다니면 된다. 오. キリュウさん、ちょっと待ってください。キリュウさんでしょ。お前はタカシ。はい。あの、その節はお世話になりました。ちょうど1年前、俺はサイの花屋の息子タカシを助けてやったことがあった。タカシは跡部組の組長の娘京花と真面目に暮らしているはずだった。ねえタカシ、何やってんの？競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの？誰だそいつは。京花はどうした？あ、これはその、頑張って京花を幸せにするんじゃなかったのか？それは結局半端なままか。違うんです、桐生さん。聞いてくださいよ。何？いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
しばらく寝てろ。
1週間前の映像だ。もしもし、私、うん、うん、会ってくれるの？うん、わかった。今ならタカシ出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。こっちこっち。もうやめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。お父さん、何度もごめんなさい。あの男、また仕事を辞めたそうだな。それは、たかしのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとう、お父さん。でも私、たかしのこと信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。
桐生さん。はい。まで行かれますか。それでは。やったるね。
まあ取らせやがって。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。それでは。